N5 総復習問題問題 1, 1問題1では初めに質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください 例男の人と女の人が会社で話しています女の人はこれからどうしますかじゃあすみませんがこの封筒に200円の切手を貼って出してくださいあ切手はその机の中にありますはいわかりました 女の人はこれからどうしますか正しい答えは1ですでは始めます1番先生が学生に話しています 学生は初めに何をしますか今日は日本の建物について勉強しますクラスで勉強する前にパソコンで調べてみましょうそれから図書館に行って必要な本を借りてくださいそして教室に戻って話し合います学生は、 「はじめに何をしますか? 2> 2<番>」「番本屋で女の人が雑誌を頼んでいます」「女の人は何を書きますか?」あの この雑誌、毎月お願いしたいんですが。はい。じゃあ、この紙にお名前と電話番号を書いてください。入ったら電話しますから。そうですか。お金はどうしたらいいですかその時でいいですよ。女の人は何を書きますか 3番テレビでアナウンサーが話しています出かける人は何を持っていけばいいですかでは明日の天気をお伝えします朝から雨で気温も上がりません寒い一日になりそうです特に夕方から冷えますので上に一枚着るものを持ってお出かけください 夜には雨が雪になるところもありそうです出かける人は何を持っていけばいいですか4番。 女の人が話しています。カバンをどこに置きますかえーと、カバンはベッドのそばに置いてください。あ、小さい方は机の上にお願いします。カバンをどこに置きますか 5番会社で男の人と女の人が話しています。男の人は仕事が終わってから何をしますかその雑誌ちょっと見てもいいですかええ、どうぞ。これどこで買ったんですか駅前の本屋にはなかったんだけど。そうでしょう。私予約して買ったのよ。 そうですか隣のビルの本屋にあるかなさあどうかしら帰りに行ってみますこれありがとうございました男の人は仕事が終わってから何をしますか 6番。郵便局で女の人が話しています。女の人はどの切手を買いましたかこれはいくらの切手がいりますかはい。130円です。じゃあ50円のを1枚ください。80円のはお持ちですかはい、あります。50円のだけで結構です。 女の人はどの切手を買いましたか7番バスの会社の人が話しています「お客さんは初めに何をしますか?」 バスで東京を回りますバスには屋根がありません景色はよく見えますがとても寒いですこれから帽子を配りますからそれをかぶってバスに乗ってくださいでは一番初めの人からお客さんは初めに何をしますか 8番映画館の入り口で男の人が話しています。男の人は6時まで何をしますか次の映画は何時からですか ?6 時からです。中に入れますかい,いえ、まだ入れません。もう少しお待ちください。飲み物はここで飲んでもいいですかあちらに椅子があります。 あちらでお願いします。男の人は。六時まで。何をしますか。問題。二。 問題2では初めに質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを1つ選んでください「女の人が店で話しています」「サンダルはどこにありますか?」 すみません。サンダルはどこにありますかはい。入り口の左の棚です。あ、こっちから見ると逆ですね。あ、そうですか。ありがとう。サンダルはどこにありますか 正しい答えは1です。では始めます。1番 1> 会社で男の人と女の人が話しています。女の人は夏休みにどこへ行きたいと言っていますか今年の夏休みはどこかへ行きますか 去年は海へ行ったけど、今年はまだ決めてないのよ。海もいいけど、山もいいですよ。僕は山を歩くのが好きなので、景色もいいし。私は歩くのはあまり好きじゃないけど、子供は連れて行ってあげたいわ。子供と一緒に歩ける山があったら教えてくれないええ、ありますよ。本当じゃあ今度教えて。 女の人は夏休みにどこへ行きたいと言っていますか 2>, 2番女の人が電話で話しています。りんさんの部屋はどれですか 林さん。ああ、田中さん。今、どこ?。ええと。アパートが見えてきた。二階ですよね。二の二ゼロ三です。同じアパートが二つあるんですよ。壁に二って書いてあります。林さんの部屋はどれですか?。 3番男の人と女の人が話しています女の人の誕生日はいつですかねえ山下さん誕生日いつ7月8日だけどえ本当僕も1月4日同じだね同じじゃないでしょうあなたは 1> 1月4日。「私は7月8日」<ー>「女の人の誕生日はいつですか?」 4番男の人と女の人が話しています。男の人はどうしますかあ、雨が降ってきましたよ。え、雨ですか。困ったな。傘が…私も傘がないんです。どうしますかタクシーで帰ります。一緒に帰りますかそうですね。 私はバスがあるからバスで帰りますそうですかでは失礼します男の人はどうしますか5番 男の人と女の人が話しています。女の人はどうしますかあ、それ読みたかった本。そうなんですか。全部読んでないけど面白いですよ。読みますかいいんですかええ、読み終わったら貸しますよ。来週まで待ってください。ええ、もちろん。 女の人はどうしますか6番男の人と女の人が話しています。男の人は明日何をしますか 明日は土曜日ですね今週は忙しかったそうですか明日も仕事ですかいや明日は休みですどこかへ出かけますか明日はうちで子供と遊びますそれはいいですね男の人は明日何をしますか 7番男の人と女の人が旅行の話をしていますバスに乗った後何をしますか来週は少しし雨が降るらしいねえ残念でも旅行に行く日は電車に3時間乗ってその後バスだからあまり外を歩かないでしょいやバスの後船に乗るんだよ 船から見る景色がすごくいいらしいからでも雨じゃねえ昼ごはんはどこで食べるのバスに乗る前に食べようよあそこは魚がおいしいからいい店を探して行ってみようそうねおいしいもの食べましょうバスに乗った後、何をしますか 問題,3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から一番いいものを一つ選んでください0<例>これから出かけます何と言いますか1 行ってきます。2, 2お元気で。3ではまた。正しい答えは一です。では始めます。1>, 1番ご飯を食べました。 何と言いますか ?1 いただきます。2, 2美味しいです。3ごちそうさまでした。2番 2> 座るところを探しています。何と言いますか 1, 1ここどこですか ?2, 2これ椅子ですか ?3 ここ空いてますか ?3 番レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか 一、すみません。二、ありがとう。三、こんにちは。四番、仕事が終わって家に帰りました。何と言いますか一、1 お帰りなさい。二、<2 S 1> ただいま。三、<3 S 1> こんにちは。五番、部屋の中に入りたいです。何と言いますか一、<S 1> 1 <S 入ってください。 S 2> 2 <S 入りますか三、<3 S 1> 入ってもいいですか ?6 番先生の言うことがよく聞こえませんでした何と言いますか1すみませんもう一度お願いします 2> 2すみませんまた言ってくださいすみません一度聞きました7番音楽がうるさいです何と言いますか 1> 1もう少し 小さくしてほしいんですけど。2, 2もう少しゆっくり話してください。3もう少し小さいのはありませんか問題4問題4は 絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。0 <例 S 1> お名前は ?1 日本人です 2, 2田中一郎です3 ありがとう。正しい答えは2です。では始めます。1>, 1番。田中先生はどちらですか ?1。1> はい、そうです。2>, 2。日本人です。 三。<3 S 2> 図書館です。二番。弟さんは。何歳ですか。一。今年。十五人です。二。<2 S 2> 今年。十五歳です。三。 今年15回です。3番、どちらがいいですか ?1、これがいいです。2、2> ここにあります。3、これから行きます。 4番、明日、映画を見に行きませんか ?1、ええ、行きません。2、2> ええ、行きましょう。3、ええ、そうです。5番、 あれ今日は何日ですか ?1。えーっと、20日です。2。2> えーっと、20日です。3。えーっと、金曜日です。6番。 もう一杯どうですか ?1 もう結構です 2, 2もう飲みました3もう終わるでしょう